スピーカーシステムの設定を少し変えてみたんです。今まで、ローとミッドをつなぐクロスオーバー周波数は 600Hz。それを 500Hz に下げたんです。この動画は、その周波数の違いによる音質の変化を確認しようと作成したものです。画面の下にクロスオーバー周波数を表示しています。この微妙な音の変化を聞き取れますか？